嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いた。なんすか謝像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかじゃなくてあなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題。あ、ごめんなさい。人生楽しくない人は生きてる意味ないの？うん、時間が経つと楽しくなるんじゃないかな。これ、ま、あれブログに書いたっけ、10代小学生って足が速いとモテるとか、なんかしょうもないことでモテるんですよ。あのクラスのなんかあの明るいとモテるとかで、中学ぐらいになるとあの普通にイケメンがモテるとか、スポーツ大会でいい成績を取るとモテるとかで、高校に入るともうその偏差値的なものだったりとか、そのなんかスポーツの県大会出ましたとか、割とその能力がちゃんと評価される時代になるんですよ。なので小学生の時ってその足が速いとか剣玉がうまいとか、なんか特殊な能力を周りに見せつけられる人はモテるんですよ。で中学はそこの延長線で、で高校になると今度はその勉学だったりそのスポーツだったりが客観的にどれぐらいの位置かっていうクオリティを求められるんで、結構高校ってモテると厳しいんですけど、で社会人になると今度は一流の会社に入っているかどうかっていうところが結構重要になって、でも23とか4で Google 入ってますとか、じゃあそのサイバーエージェントですとか楽天ですとか Yahoo ですとか聞いたことのある会社に入ってるだけでコンパクトモテたりするんですよ。なのでみんなが知ってる会社に入るだけでモテる時代が20代です。で30代になると金持ってるとモテます。あの別に中小企業の親父でも聞いたことない会社なんだけど、なんかあの営業だから接待費用全然使えるとかっていうのだとモテます。なのであの自分の能力が何なのかで、その能力がどの年齢に生かされるかっていうところで、その自分のモテポイントの年齢が変わってくるんですよ。だからあの僕の知り合いでひげおやじってすげえブサイクでしょうもないデブがいるんですけど、であいつなぜか今モテるんですよ。あの声がいいっていう、あの生きる上で本当に何の意味もないと僕は思ってるスキルなんですけど、ただそのひげおやじっていうデブの40代のおっさんがなんかあの司会業みたいなことやってるんですけど、で声がいいっていうので割とその引き手があるんですよ、あのデブのブサイクなのにね。っていうので声がいいだけでデブでもブサイクでもなぜかモテるっていうのが彼の40代なんですよ。っていう感じで、そのなんかのスキルが突然その評価されることがあるので、そういう意味ではあなたの今の能力はその年齢では評価されない年齢なのかもしれないですけど、年取ると変わってくるかもしれないです。はい、ガツガツしてる人はモテないね。うん、そうなんですよね。あのなんだろうな、バツイチの人がモテるとか、その彼女がいる方がモテるとか、あのね、これ多分ね動物的なもので、女性ってその動物的には優秀な男の遺伝子を残したいと思う生き物なんですよ。なぜならその子供を作ってしまうと1年間とか育てなきゃいけないし、でその後子供を育てるっていうものすごい労働が待ってるので、できるだけ優秀な遺伝子を手に入れたいと思っているんですよ。で男性は基本的には子供を作った後はほっといてもいいので、できるだけ多くの遺伝子をいろんな女の人にばらまくっていうのが動物的にもともと持ってると言われてるあの本能で、であの他のパートナーがいる男性っていうのはどこかの女性が価値があると認めた人なので、客観的に価値がある可能性が高いというふうに女性は考えがちなんですよ。なので彼女のいる人とか奥さんのいる人の方がモテるんですよ。要は誰かがこの人とは結婚してもいいと思えるぐらい魅力的な人なわけじゃん。だから不倫流行るんですよっていうのがあるので、あの実際モテる人はよりモテる、モテない人はよりモテないっていうのがあるので、もしモテたいのであれば彼女がいるふりをしてみてくださいまあバレるかもしれないけどね。さっき話したのは男の人がモテるパターンだけど、女の子はずっと顔じゃない？確かに美人はモテます。なので美人はこの悩みはないんで、まず美人は置いときましょう。で女の人が可愛いと認識してる場合で僕は結構間違ってると思うのがあって、あの愛嬌が良くて笑顔でずっといる子を人は可愛いって言いがちなんですよ。で
僕結構そのいやいやあの子って単にあの愛嬌がいいだけでブサイクだよっていうふうに僕は思ってるんですけど、ただそれを口に出すとなかなかあの世間からバッシングがあるのであんまり言わないようにしてるんですけど、なんだろうな、あの修二郎探検隊っていう100キロのデブがいるんですけど、あの彼に好きなタイプを聞いた時に調子のいい時の綾瀬はるかって言ったんですよ。で綾瀬はるかさんって女優さんなんですけど、綾瀬はるかさんって実は顔があんまりその可愛い表情をしてない時ってちゃんと見ると可愛くないんですよ。であの人ってその演技をしている時の仕草とかですごい可愛い感じになってるんだけど、顔の作りだけ見ると実はそんなに美人ではないんですよ。でもあの人って一応人気女優のカテゴリーになってるわけじゃないですか。っていう感じで、あの実はね、愛嬌と髪型とそのスタイルで結構人は騙されるので、そこら辺でうまくごまかしてください。野菜の売り子は可愛いより愛嬌ある子がいいよ。あ、野球の売り子ね、野球のビールを売る売り子ね。はいはいはい。一番モテるのは一定以上の可愛さがある都合のいい女性。まあそのどういう相手にモテたいかっていうのにもよると思うんですけどね。凡人は生きてる意味あるのかな。世の中大体凡人でしょ。あのなんだろうな、能力ってあの例えばその毛糸を編む能力がすごい高い人っていうのでも、別にその毛糸業界以外のところにいたら凡人なわけですよ。で僕そのネット業界で何か仕事をしてるから、まあ、ネット業界に関してはその経験だったり知識だったりコネだったりがあるからそこそこいけるんですけど、じゃあその八百屋に就職したら超凡人なわけですよ。なので人ってすべからく大体凡人なんですよ。あの知識と能力に偏りがあるので、そのどんなことやっても能力が高いとか、どんなことをやってもその経験持ってる知識持ってる人いないので、でなんだろうな、例えばさ上場企業の社長さんっているじゃん。起業してあの社長になりました。でその周りにいる人たちってあのじゃあその楽天っていう会社で三木谷さんという人が会社を作って、でそこの周りのさ役員とか執行役員とか部長っていろいろな人がいてさ、でその人は楽天の事業をやる上ではすごく優秀な人たちなんだけど、じゃあその人たちがなんで優秀なのかっていうと、能力じゃなくて最初から楽天にいたってことなんだよね。要は楽天がどんなビジネスをしていてどういうことを目指しているかっていうのをずっと日夜考え続けた経験と知識があるから楽天の上の方の偉い人になってるだけで、楽天の中で飛び抜けて成果を出す能力があった人っていうのが出世してるわけではないと思うのよ。そのなんだろうな、あの音楽とかだとさ本当に能力が出てくるんだけど、じゃあその100メートル走るとかだったら能力が出てくるんだけど、実際能力じゃないことの方が社会って要求されるのよ。単にその知識を知ってるかどうかとか、そのコネクションがあるかどうかとか。なので別にその凡人の方が世の中には多いっていうことを知った方がいいと思うんですけど、だから頭良くなりたいもね、頭いいの定義によるんですよ。だから僕記憶力は基本ないんですよ。で計算能力も低いんですよ。ただそれっぽいことをそれっぽく喋って周りの人がなんとなく納得をしてしまうっていう、その微妙なその言葉遣いが他の人より多分得意なんですよ。僕アメリカ行ってその英語で暮らしてたのもあるし、今フランスでフランス語喋ってたりもするんですけど、あの日本語の語彙がだんだん減ってるんですよ。あの要は他の国の言葉の語彙が増えてくるから日本語の語彙がどんどん減ってて、でそうすると難しい言葉で説明できなくなってるんですよ。だんだん年々難しい言葉を忘れてしまうから。なのでそうすると別の言葉で分かりやすい言葉で喋るようになるんですよ、ものを説明するために。あ、だからね、例えばじゃあそのなんだろうな、じゃあ数字がこうさ動いていくことのさグラフをさ推移っていうじゃん。なんかあの売上の推移をその表示するみたいな。でも推移っていう言葉を知らないとさ、なんて説明するかっていうので、あのこう数字が順番に上がったり下がったりしてるグラフって言った方が、あの人はああ、あれねって分かるじゃん。でもあの言葉を知ってる人って、じゃあその売上の推移のグラフ出してよって言われたら推移ってならないで割とみんな理解できるのよ。でも理解できない人って推移ってなっちゃうじゃん。
っていうのを僕は割とそういう言葉を使わないで、その難しい言葉を使わないで説明することが多くなってしまったんだ、結果として。なので、割とこう人が騙されがちなんじゃないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。Whose fault? It's our fault or your fault? Whose fault? Okay, okay. Choose. Whose fault? いや、帰ってやめましょう。家で今繋いでるんですよね。どこ帰るんですか？